はい、こんにちは、真心18番勝負です。今日はそろそろインジャーティック本番も近いということで稽古があるんですけれども、僕は稽古場に行く前にちょっと新宿に来ております。これからちょっと買い物をしていきます。というわけで買い物完了しました。行ってきた場所が、はい、東急ハンズですね。さて何を買ってきたかというと、ちょっと開けてみましょうかね。はい、見えるかな、クリアフィルムで30メーター巻きというかなり大きめのものを買ってきました。ということでこれから稽古場に向かいたいと思います。バイバーイ。はい、こんにちは、真心18番勝負です。はい、稽古場に到着しました。これから稽古の準備に入りたいと思います。はい、というわけで、ジュリーさんが稽古場に、こんにちは、はい、沢田拓郎でいますジュリーと呼ばれていますどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、もうそろそろ本番が、そうですね、近いですけど、朗読パートを役者で任されてるんですけど、ね、撮影者の健太さんとともに、はい、ですね、周りが声優さんばかりでですね、非常に、なんだろう、抑揚やら、うん、声の表現だけでそういった色を表現される方々と、私は芸がないもので、いや動かないとやっていけないというので、役者が見せれる朗読をできたかなと考えておりますので。お、ということはバリバリ動いちゃう系ですか。動いちゃいますかねそんなじゃないですけどね、前転とかしないですけど、前転とかね、全然。まあ、はい、というわけで、あ、隠れた私だよはい、お医者さん、お医者さんですお医者さん、顔が変わりましたね、はい、あれ、私だよってすごいなそれどうですか、もうそろそろ本番近いですけれども、はい、ムービーを回し始めてから、はい、アイメイクしてねえなって気づいたんで、あ、今隠してます。なるほど、失礼しました。あ、でも全然いいです、いいですか目隠さない目の下隠してればどうにかなります私だよ公演の意気込みとか、何か、あ、そう、公演の意気込みはきちんと表と裏を間違えないように頑張りますということは、間違えそうなパートを担当されるということですね。あの、見るまで言っちゃいけないですよね、何をするのか。まあ、特に言ってはいないね。そうですよね、だから土屋もなんとなくまだ何を、なんとの朗読パートを担当するのか言っていないのですが、はい、少しマシになりましたあの、なんか絵心が見ていただければわかります。はい。ので劇場にぜひ見に来てください。はい。よろしくお願いします。お医者さんでした。ありがとうございます。私だよ。はい、というわけでただいま稽古の休憩中でございます。日もかけてきましたけれども、今月5月の20日から24日まで王子小劇場でインジアティックいよいよ上演でございます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。ではでは、バイバーイ。